皆さん、こんばんは。大阪怪談話へようこそ。今日は特別な夜です。私たちが訪れるのは、大阪の繁華街、千日前に存在する一つの恐怖の場所。夜になるとネオンが輝き、賑やかなこの街の中に、誰も近づかない廃墟があるのをご存知でしょうか。その場所はかつて、千日前劇場として多くの人々に愛された劇場でした。しかし、今は誰もが恐れる怨霊が住み着く恐怖の廃墟となっています。なぜこの劇場は廃墟と化し、藤原和夫という名の支配人の死の謎は解明されないままなのでしょうか。今夜の物語は、その千日前劇場にまつわる実話怪談です。この劇場に何が起こり、どのようにして呪われた場所となったのか、その真相に迫ります。怖がりながらも興味津々のあなた、ぜひ最後までご覧ください。それでは心の準備はよろしいですか。さあ、恐怖の幕が今上がります。その前にチャンネル登録と高評価お願いします。千日前の怨霊劇場の悲劇、実話怪談スタートです。大阪の繁華街、千日前、夜になるとネオンが輝き、観光客と地元の人々が混ざり合って賑わうこの場所には、一つの恐ろしい噂がある。千日前は昼間も活気に溢れているが、夜になるとその雰囲気は一変する。人々が帰り、店が閉まると、静寂の中に潜む不気味な気配が漂うのだ。その中心に、今は廃墟となり朽ち果てた千日前劇場が佇んでいる。かつては華やかな舞台と名俳優たちの演技で賑わっていたこの場所も、今では誰も近づかない場所となっている。劇場の入り口には錆びた鉄製のゲートがかかっており、かつての栄光を象徴する華やかなポスターも色あせて風雨にさらされている。劇場の中に足を踏み入れた者はいないと言われているが、近くを通る人々は時折、劇場から奇妙な音が聞こえてくると証言している。夜中に劇場からはかすかな悲鳴やささやき声が聞こえることがあり、その声を聞いた者は恐怖で震え上がり、二度と近づかないという。千日前劇場には、今でも未解決の悲劇と怨霊が住み着いていると言われているのだ。戦後の混乱期、大阪の千日前には数多くの劇場が立ち並び、多くの人々が娯楽を求めて集まっていた。映画館、寄席、芝居小屋が乱立し、千日前は関西のエンターテイメントの中心地となっていた。その中でも千日前劇場は特に有名で、豪華な内装と一流の舞台演出で観客を魅了していた。千日前劇場は、戦後間もなくの1948年に開業し、その壮麗な外観と最先端の舞台設備は一躍話題となった。劇場のオーナーであり支配人の藤原和夫は、舞台芸術に対する情熱と経営手腕で劇場を繁盛させ、多くの名俳優や劇団がここで公演を行った。しかし、時代の変遷とともに経済状況が厳しくなり、劇場は次第に財政難に陥っていった。劇場の経営が悪化する中、藤原は必死に新たな興行を成功させようと奔走した。彼は様々な新作舞台やイベントを企画し、劇場を再び活気づけようと努力したが、思うように利益は上がらなかった。そんな中、藤原は闇金業者から多額の借金をすることで一時的な資金繰りをしのごうとした。そして、運命の夜が訪れた。1954年のある冬の夜、千日前劇場では新作の舞台血塗られた復讐が上演されていた。藤原はこの舞台の成功を切望しており、劇場は満員の観客で埋め尽くされていた。幕が上がり、俳優たちの熱演に観客は引き込まれていった。しかし、舞台が進行する中で異変が起きた。突然、
舞台裏から女性の悲鳴が響き渡った。観客は驚き、舞台上の俳優たちも一瞬動きを止めた。次の瞬間、幕の裏から血まみれの藤原が倒れ込んできた。観客の悲鳴と混乱が広がる中、藤原は必死に助けを求めるように手を伸ばしていた。劇場のスタッフが駆け寄り、藤原を助け起こそうとしたが、彼の体には無数の刺し傷があり、血が溢れ出していた。藤原の最後の言葉は黒い影が、というものであった。彼の目には恐怖が宿り、何かを見たという表情だった。その後、劇場内は警察によって封鎖され、観客たちは避難させられた。警察の捜査が進む中、藤原を襲った犯人は見つからず、犯行の動機も不明のまま事件は迷宮入りとなった。目撃者たちの証言では、藤原を襲ったのは黒い影のような人物で、その姿は人間とは思えないようなものだったという。この悲劇的な事件によって、千日前劇場は閉鎖され、その後再開されることはなかった。劇場は廃墟と化し、今では誰も近づかない恐怖の場所となっている。しかし、藤原の怨霊は今もなお劇場にとどまり、その無念を訴え続けているという。藤原の死後、千日前劇場は一時的に閉鎖されたが、再開することはなかった。藤原の突然の悲劇的な死により、劇場関係者たちは恐怖と混乱に包まれ、誰もがこの場所に関わることを避けるようになった。しかし、劇場の財政難を解消するために、再開を試みた経営者たちが数名存在した。最初の経営者は、藤原の古くからの友人である佐藤直樹であった。彼は藤原の夢を継ぎ、劇場を再建しようと決意した。劇場の内装を一新し、新たな興行を準備したが、再開前夜、佐藤は劇場内で謎の死を遂げた。発見された彼の遺体は、まるで何かに怯えたかのような表情を浮かべており、死因は不明とされた。次に、地元の有力者である田中宏が劇場の再開を試みた。彼は劇場の呪いを一生に伏し、大胆にも再開に向けた準備を進めた。しかし、再開の一週間前、田中は劇場内で転落事故に遭い、重傷を負った。彼は病院で一命を取り留めたが、劇場に関する記憶を失っており、再開の計画は中止された。これらの不審な出来事が続く中で、地元の人々の間では、劇場には藤原の怨霊が取り付いているとの噂が広まり、ついには誰も劇場に近づかなくなった。劇場は次第に荒れ果て、廃墟と化していった。現在、千日前劇場は無人の廃墟として残されているが、その場所には奇妙な現象が絶えないという。劇場の外観は風雨にさらされ、壁はひび割れ、窓ガラスは割れている。入り口には錆びた鉄製のゲートが鎖で閉ざされており、内部に足を踏み入れる者はいない。しかし、夜になると劇場の内部からは不気味な音が聞こえてくる。静寂の中に響く悲鳴やうめき声は、近隣の住民たちを震え上がらせる。ある住民は、夜中に劇場の窓から血まみれの藤原の姿を見たと証言している。彼の怨霊は窓越しにじっと外を見つめ、その無念の叫びを伝えようとしているかのようだった。また、劇場の近くを通る人々の中には、急に体調を崩す者や、わけもなく恐怖に襲われる者が続出している。ある若者グループは、肝試しのつもりで劇場に近づいたが、劇場の入り口で強い頭痛と吐き気に襲われ、全員が逃げ出したという。この物語は、千日前に実際に存在した劇場を元にした実話怪談である。劇場が閉鎖された理由や、藤原の死の真相は今もなお解明されておらず、
謎に包まれている。地元の人々の間ではこの劇場の怨霊が未だに千日前をさまよい、無実の人々を恐怖に陥れていると信じられている。藤原の死後、劇場の再開を試みた者たちが次々と不審死や怪我に見舞われた事実は、劇場の呪いを裏付けるものとして語り継がれている。実際に劇場を訪れた者たちが経験する奇妙な現象や体調不良は、怨霊の存在を感じさせるものであり、その恐怖は現代においても色あせることなく続いている。地元の人々は千日前劇場の廃墟に対して異形の念を抱きつつも、その恐怖から遠ざかることを選んでいる。この劇場の呪いと怨霊の存在が千日前の街に深い闇を落とし続けている。この物語が真実であるかどうかは誰にもわからない。しかし劇場にまつわる恐怖と悲しみが永遠に語り継がれることは確かである。ある日、若いカップルが都市伝説を確かめるために夜の千日前劇場に足を踏み入れた。二人は大学の友人同士で心霊現象に興味を持っていた。勇敢な彼らは懐中電灯とカメラを手に劇場の入り口に立ち、その廃墟の中に足を踏み入れた。懐中電灯の光が薄暗い廊下を照らし出す中、劇場内は不気味な静寂に包まれていた。古びたポスターが壁に貼られ、床には埃が積もっていた。カップルが進むにつれて徐々に気味の悪い気配が濃くなっていった。劇場内の空気は重く、冷たい風が吹き抜けるたびに鳥肌が立った。突然、女性が何か聞こえると言い出した。耳を澄ませると遠くからかすかな声が聞こえてきた。助けて、というささやきが次第に大きく、そして近づいてきた。その声は絶望に満ちており、聞くだけで心が締め付けられるような感じがした。恐怖に駆られたカップルは急いで出口に向かった。彼らは手を取り合い、走りながら必死に出口のドアを押し開けようとしたが、ドアはなぜかびくともしなかった。汗が額から流れ落ち、心臓の鼓動が耳に響く中、彼らは絶望的な気持ちに陥った。その瞬間、背後から冷たい風が吹き、二人は凍りついた。振り返るとそこには血まみれの藤原が立っていた。彼の顔は青白く、血に染まった衣服は無残な姿をしていた。藤原の目には深い怨念が宿っており、その視線は二人を逃さなかった。彼の口元がわずかに動き、助けてと再びささやく声が聞こえた。カップルは恐怖に震えながらも必死に逃げ出そうとしたが、足は鉛のように重く動けなくなってしまった。藤原の姿は徐々に近づき、二人の前に立ちはだかった。彼の怨念が渦巻く中で、カップルの視界は次第に暗くなり、意識が遠のいていった。逃げ場を失った彼らは、その後二度と姿を現さなかった。地元の警察はカップルの行方を追ったが、何の手がかりも得られなかった。劇場内には彼らの痕跡は一切残っておらず、まるで消えてしまったかのようだった。カップルが持っていたカメラも見つからず、彼らが何を見たのか、どこへ消えたのかは謎のままであった。しかし、劇場の近くを通る人々は、その後も藤原の怨霊を見かけることが増えたという。ある夜、近隣の住民が劇場の前を通りかかった時、窓の中に血まみれの藤原が立っているのを見た。彼の目には深い悲しみと怨念が宿っており、その姿を見た者は恐怖で震え上がった。また、劇場の周囲で怪奇現象が頻発するようになった。夜中に聞こえる謎の声や、突然消える影、人がいないのに感じる視線。地元の人々はこれらの現象を劇場の呪いと呼び、決して近づかないようにしている。千日前劇場の悲劇は今もなお大阪の人々の心に深く刻まれている。
この物語が真実であるかどうかは誰にもわからない。しかし劇場にまつわる恐怖と悲しみが永遠に語り継がれることは確かである。この話を読んだ後、千日前を訪れる際にはぜひ劇場の跡地に足を運んでみてほしい。そこには今もなお藤原の怨霊がさまよい続けているのかもしれない。彼の無念の叫びがあなたの耳にも届くことだろう。怨霊に対する畏敬の念を抱きつつ、その場所の歴史と悲劇を心に刻んでほしい。そして決して藤原の怨念を軽んじてはいけない。彼の魂が安らかに眠ることを願いつつ、この恐怖の物語を忘れないでほしい。皆さん、いかがでしたでしょうか。千日前劇場の恐怖の物語、心臓がドキドキしましたか。藤原和夫の怨霊が今もなお劇場に住み着き、訪れる者を恐怖に陥れているという話は、単なる都市伝説ではないかもしれません。私たちの周りには、まだまだ解明されていない恐怖の真実が潜んでいるのです。次回は、さらに深い闇に迫り、大阪の他の恐ろしい場所や、日本各地の心霊スポットをご紹介します。あなたの知らない恐怖の世界を探求し、一緒にその謎を解き明かしていきましょう。このチャンネルを登録して、通知をオンにしておけば、次回の更新を見逃すことはありません。恐怖の物語をもっと知りたい方、ぜひ次回もお楽しみに。コメントや感想もお待ちしております。あなたの体験談やリクエストがあれば、ぜひ教えてください。次回の恐怖の旅でお会いしましょう。それでは、皆さん、おやすみなさい。悪夢を見ないように。